天神山小話。四月九日、生命、黄岩帰る。天神山、小風庵二十四節気では生命。七十二項では黄岩帰る。ツバメとは反対に、冬の間を日本で過ごした狩りが、北の国へと帰っていく頃、 この時期から餌も増え、気候も良いはずなのに、こんなに早く北の地に帰らなくてもいいのではないかもう少しゆっくりしていけよ。そう思ってしまう。サントリーウイスキーのこんな CM を思い出し、改めて YouTube で検索してみた。1974年だったのか。 黒沢明さんのウイスキーを飲む姿がかっこいい。しかしナレーションの物語は切ない。月の夜、狩りは木の枝を口にくわえて北国から渡ってくる。飛びつかれると波間に枝を浮かべ、その上に止まって羽を休めるという。そうやって 津軽の浜までたどり着くといらなくなった枝を浜辺に落としてさらに南の空へと飛んでいく。日本で冬を過ごした狩りは早春の頃再び津軽へ戻ってきて自分の枝を拾って北国へ去っていく。後には生きて帰れなかった狩りの数だけ 枝が残る浜の人たちはその枝を集めて風呂を焚き不運な狩りたちの供養をしたのだという実際には狩りは枝を加えながら飛ぶわけではないそれに枝に乗らなくても水に浮かぶことができる津軽の人は 厳しい季節を渡るかりに、自分たちのつらさや苦しさを見て、そしてその命の儚さを思うがゆえに、日本で死んでしまった狩りのものであるとして、供養のために、旅人などに流木で炊いた風呂を振るまったのではないだろうか。そんな命を思う優しい言葉ガンブロ。 よが,が春の季語にもなっているふーんとピーちゃんいつのまにか見ているピーちゃんたちひよども季節によって渡るんでしょそういったグループもありますが僕らは小山と天神山を行き来するくらいです長時間飛ぶのって本当疲れるんですよ そうやろうねぴーちゃんは最長どれくらい飛んだの ?1 分くらいかな 1>, 1分全然飛んでないやんだってパン食べるとポチャポチャになって体が重い <laughs> 最低やガンブロガンクヨそんな切ない季語とは無縁のようなひ踊りでも秋の季語として重宝されている